メモ。いいの聞きたい人。途中で終わった。縛られないので思ったように歌えるし、歌詞とかコードとかも変えたりできるから、もしかしたらいつもと違う歌になるかもしれないけど、それはそれで多分いいものになると思うから。中に広がる海。
せば街は紫色、花も咲くよ。今年の6月は思ったより悪くはなかったわ。新しい収穫も腐った実にも気づけたから、咲いた花が枯れても恋は移ろう。飽きられるようなあなたが悪いのよ。紫陽花のつぼみに蜜をやりながら枯れた花を思い出す。Lay down。 うぬぼれたらいいよ、夏を知らずに桜。わけもわからないよね、思い通りで楽しかったわ。咲いた花が枯れても恋は移ろう。暮らしに甘えた私は過去よ。紫陽花の花に蜜をやりながら濡れた季節を思い出す。このまま飛び降りたら、そこから何か始まるかな。無色透明な世界を全て紫で濁したい。ありがとう。福岡の路上でまだ一回も歌ってない歌を歌おうと思います。僕は花の歌が多いような気がするんですけど、花のことを歌ったりすることが多い気がするんですけど、花ってなんかそのピークを過ぎたら枯れてしまうものだと思うんですけど、なんかそのなんていうかな、枯れるって表現をなんとなく使いたくて、自分の歌の中で、で何がなんで枯れるのかなって思ったら、一回は咲いたんですよ。でもその後に多分枯れるっていうのを人に表すのであれば、きっと魅力がなくなったとか、人が周りにいなくなったとか、そういう状態だと思うんですよ。で、アジサイは浮気を肯定する歌で、多分いろんな人間がおる中で少数派の意見だと思います。けどなんかなんやろ、これでしか楽しみを感じれない人とかもいると思うんですけど、これをしてないと嬉しくないとか、これをしてないと悲しくなれないとか、いろんな人間がおると思います。だから僕はいろんな歌を書きたくて、浮気を肯定する歌は、まあ当然本音なんですけど、そういうのを書いたりしてます。そういう花が、そういう人間が言ってることが間違ってなかったとしても、やっぱ圧倒的多数の意見によって、味方がおらんという孤独感によって死んでいったり、大げさに言えば自殺を選んだりする人もいるんだと思います。そういう花がまた夜空に咲くイメージで歌ってみようかなと思います。花火って歌を聴いてください。
道はどこか寂しくて欠けたような気になる懐かしい匂いに惑わされ間違えた恋もあるなんてもない日が続けばいいのよ凛子雨舐めながら君は言った花火って歌でした。
んな生き方しても間違ってないと本気で思うんですよ。なんか周りに合わせれなくていいじゃないですか。不器用でいいじゃないですか。かっこ悪くていいじゃないですか。絶対に今すぐかっこよくならないといけない人間なんていないと思うし、結果が確かに全てであるのかもしれないけど、今日結果出せなかったからなんだって言うんですか。今日路上ライブで人止めれなかったからなんだって言うんですか。今日いい歌を作れなかったからなんだって言うんですか。今日いい歌を歌えなかったからなんだって言うんですか。じゃあ明日頑張ればいいじゃないですか。今日できることはみんなやってこの年まで生きてるんでしょう、きっと。どんな生き方したって否定してくるやつもおるんですよ。どんな生き方をしても周りに合わせても自分勝手に生きても、こうやって就職せずにミュージシャンやってても、あるいは就職しても必ず文句言ってくるやつもおるんですよ。どの道後ろ指刺されるんやったら俺は好きなことやりたいなと思ったから音楽やってます。俺が売れて J-POP 変えるための、僕がミュージシャンとして成功するための歌を歌います。僕はヒーローになれないから聞いてください。
ここはヒーローになれないってことでした。ありがとう。路上ライブってよくバカにされるんですよ。なんかさっき三越の前で警備員さんがすごい愛のない言葉を言ってて、敷地内でやってるのはダメなんでやめてくださいみたいな、ずっとやってたら警察に通報しますよみたいな。でもね、やってる側がこういうことを言うのはどうなのかなとは思いつつも言うんですけど、やっぱ路上ライブって一部のケースを除いて個人的には迷惑になってないと思う。なんとなく今日本はルールが増えすぎてて、そのルールの中で生きるのがすごく窮屈で楽しくなくて、でもみんなが守ってるからっていう動機でしかないんですよ。みんなもそうなんですよ。みんなが守ってるから私もやろうってみんな思ってるんですよ。裏を返せば個人は誰も思ってないんですよ本当は。そんなこと、もっと自由にやったらいいと思うし、もっときっとワイワイしてた時代が昔にあったやろうし、今からそれを多分できると思うし、それを変える手段とまで大それとは思ってないですけど、僕は音楽が素敵だったのでやってて、でやり方を考えた時に人前で歌いたいなと思ったんですよ。警察官の人と喋ってて、警察官の人も別に止めたくて止めに来てるわけじゃなくて通報が入ってきて、でも俺はやっぱこうやって外で歌ってたら俺を知らない人が通り過ぎたりするわけですよ。でたまに立ち止まってくれる人がいたりするわけなんですよ。その人らにどれだけ自分を売り込めるかやと思うんですよね。俺ずっと2年以上バイトしてなくて、まあもうファンの人は今日告知してそれを見て来てる人は知ってると思うんですけど、もう2年以上路上ライブの投げ銭だけで食べてて、それはもう時給1000円でバイトするのが俺はアホらしかったんですよ。なんかそのお金でレコーディングしてライブして、でそのライブにもお金がかかって、そのライブにお金かかるっていうのもちょっと俺はアホらしかったし、わざわざライブハウスの箱代ノルマ代ブッキング代を払って少ないお客さんの前でやるんじゃなくて、何人も通り過ぎる中で自分の音楽にどれぐらい価値があるのかっていうのを見定めたかったから、僕は路上ライブっていう戦場で2年以上戦ってきました。でやっと SNS でバズって、やっとちょっと結果になりつつあって、なんかあくまで僕は今を歌ってるので、今だけが全てだっていう言葉はそうだし、すごく大切にしてる歌の一曲でした。でちょっと歌うの早い気もするんですけど、ちょっと今日は気分がいいので、いつもはアンプ使ってね、オケ流しながらマイク通して結構大きめの音量でやってるんですけど、生音なんで、僕の声とこいつが音出してますけど、こいつを弾いてるのは僕の体なんで、気持ちよくなったら当然で音大きくなるし、繊細な振りをしようとしたらこうなるし、今の僕の気持ち全てが僕から発せられる音に乗ってると思います。なんかそういう気持ちで歌ってみようかな。あ、ごめん、こうやって言ってコインランドリーって歌、なくしたものってなんだっけ、取り付け
かれるようにして僕は今もここにいるよ。信号が赤に変わって昨日と同じ顔になった。帰りたい場所は全て過去にあるのかな。感動してないと思うんですよ。僕は弱い人間で、僕は不幸な人間なんですよ。でも多分みんなそうなんですよ。人間ってみんなそうで、不幸だから音楽に感動するし、不幸だからご飯が美味しいんですよ。よくこの例えするんですけど、お腹が空いてる時に僕らはじゃあお寿司を食べようかとか、焼肉を食べようかとか、ピザを食べようかとか悩めるんですよ。悩めるっていうのが大事で、お腹が空いてるからなんですよ。でもじゃあいざ寿司屋に決めて
腹いっぱいサーモンとかマグロを食べた後、お腹パンパンがなった後に焼肉屋さんに行こうかなとか思わないじゃないですか。そうなんですよ。寂しいから会いたいし、お腹減ってるから食べたいし、売れてないから売れたいんですよ。満たされたいから満たされたいんですよ。不幸だから僕らはきっと出会えたんだと思います。その欠けた部分を愛してほしいし、そして僕らを生物的に表した時に人間と書きますけど、何をするにおいても僕らは喜怒哀楽、嬉しい、悲しい、寂しいも感情のすべて誰かと共有したいんですよ。そういうふうにできてる生き物だからこそ人の間と書いて、一人じゃ生きれないんですよ。物理的な話じゃなくて、満足度、幸福度、充実度って意味合いで、僕らは誰かと一緒にいないと、僕がどんだけいい音楽書いて僕がそれで満足してしまったら、こうやって人前で歌う必要なんてないんですよ。レコーディングをする必要なんてないんですよ。それを発信する必要なんてないんですよ。僕らは不幸だから出会えたし、でもこうやってライブしてて MC 聞いて、歌声だけじゃなくて俺の考え方も共有できて、こんなやつおるんやとか、歌声いいなとか曲いいなとか思えて、そうじゃなくてもご飯食べたり誰かと遊んだりして幸せじゃないですか。じゃあもう不幸でいいじゃないですか。今日も僕は人間であることを改めて身に染みて知りました。人間という歌を聴いてください。全員死ねよ君以外は、そう思うたびにキスをしたけど、あくまで人の間だから、人間であることを知る今日だ。あまりに世界は狭いなんて何も知らなくて口に出る若さ、歳を取ることだけ嫌った。六畳で二人身を寄せ合った。私は弱いから劣ってるから、あなたと違うのあなたになれないとか、全部違う気がする。僕は歌えるしギターも弾く、上出来かは知らんが曲も書ける。でも誰かになりたいわけじゃない、自分が誰か誰なのかを知る旅の途中、知れば満たされて欠けておる。大人になり子供に戻る、見た目だけ見にくいから老いと呼ぶ。お金があるから幸せとか、裕福ならば後からできるとか、何もかもしたいわけじゃない、ただマイク握ったあの時から、もう他のことできなかった、これしかなかったんだ。窓の外全部歌になるよ、歌える気がした。嘲笑われて苔にされて地獄にさらされた夜の中、君を描いた君を描いた止まりなんかじゃない足跡。知らない人を知っていく途中、何度も君を思い出したよ。君と僕の間にいる人間の歌を。
描いた。ありがとう。とても運がいいなと思います。歌が歌える才能っていうのは誰もが持ってるものじゃないし、でも本当は本音を言えば俺才能なんてないと思ってます。言い訳だと思います。才能って僕小学生の時めちゃめちゃ音痴でした。めちゃめちゃ音痴だったし歌詞なんて書けんかったし、でも何年か年を取ったらうまく歌えるようになってました。書けるようになってました曲が。でもそれはどうやったらいいんだろうっていうとても長い時間の末にたどり着いた答えをたまたま今持ってる、その答えに巡り合えただけで、でも追いかけないとその答えは待っててくれないんですよ。自分から掴みに行かないときっと無理なんですよ、夢を叶えるっていうのは。でも均等にみんな頑張ったからって努力をしたからって全員が夢叶うだなんて僕は思ってないです。当然9割以上の人は人前で流すことない涙を一人部屋の中で流して平凡にサラリーマンやってる人もいるでしょう。そういう人を見下したりはしたくないです。僕はちょっとまあタバコも吸うし女も抱くし酒も飲むしちょっとクズな部分もあるけど、そういう人らを踏みにじってまで踏みにじりたいとは思わないんですよ。夢が叶わなかった人たちに向けて作った歌を歌います。一等星って歌を聴いてください。次は自分だと信じて
返す僕らだ。弱みを見せない強がりの半端な僕が鳴らす歌を君は大げさに喜んで泣いてくれたね。9時やから。あれ。あの野郎。そうですね。うるせえな。うるせえな。まさか1分にわたってやるんじゃないやろうな。9時1分になるまでやるんじゃないやろうな。もういい、もういい、よし、オッケー。すごい楽しくやらせてもらってます。見てもらって本当にありがとうございます。3日間やるって言ったんですけど、こういう時期なので、こういう宣言中なので、なかなか来れない人もいると思うんですよ。でもそれはきっと愛情だと思います。親に行くなって言われたとか、職場がダメだからとか、職場関係で他県に行くのやめなさいって言われてる人とか、もしかしたら愛情というよりかは都合なのかもしれないですけど、それでも見に来てくれて本当にありがとうございます。一
いつ死ぬかわからないんですよ。人間って、人間って生き方は決めれてますけど、今日何をするか、どういうふうに生きるかっていうのは自分自身に選択がありますけど、判断がありますけど、いつ死ぬかっていうのは本当に分かんないんですよ。今日僕は帰り道トラックに轢かれて死ぬかもしれない、ストーカーに刺されて死ぬかもしれない、明日地震が起こってみんな死ぬかもしれない。でもそれを予言することなんてできないんですよ。家で小指ぶつけたり、すりむいてちっちゃい傷ができたり、そういうのって予測できないでしょ。その傷が大きいか小さいかっていうだけなんだと思うんですよ。要は僕らはいつだって明日死ねる、なんなら今10分後に死んでる可能性があるんですよ。僕はこれ大真面目に思ってて、なら最後の日まで、今日が最後の日って僕はずっと思って歌ってたいし生きてたいし、最後の日何をしたいかって、それはもう美味しい焼肉を食うことでもなく、回らないお寿司を食うことでもなく、歌うことだったんですよ、人前で。その感情が、この生き方が間違ってないと今は思いたいんですけど、間違ってなかったっていつか言えるようになるんですよ。それはつまり売れたら、この音楽が仕事になったら、あの時やってよかったなって思えるんですよ。こうやって今喋ってる MC も2秒後には過去になって、昨日になっていって、1週間前になっていって、先月になっていって、去年になっていって、そういう風に2年間積み重ねてきました。あ、わかりました。そうね、まあでも言いたいこと言ったからこれです、やめます。今日はこれでやめようと思います。通報が入るじゃないですか、路上ライブって。それに対するアンサーが幼稚な言葉じゃくじきやしないだと思うので、僕ひろとかよかったら聞いてください。普通に立ち止まってもらった人はサブスクで、僕キャナイって言うんですけど、知ってます？あ、知ってます？フォローしてます。ありがとうございます。よかったら帰り道にでも僕の曲聴いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。